その日はですね、年中の娘の幼稚園が終わりまして、で、自宅に帰ってきて、また近所の、友達とママ友とちょっともうおやつの時間ということで、お湯をかけたところ大きな揺れが、襲ってきて、テーブルの下に隠れようと思ったんですけれども、揺れが強すぎて潜れなかったという状況でした。した時が夏だったので、割と横手も盆地だったので、なんか福島と似ているところが、山に囲まれているとか環境的にすごく似ていたので、割とすぐに、なんですかね、馴染むことができたというか、馴染むことができました。福島が好きだったっていうのが元からあるので、必ず戻るよっていう気持ちは一番最初にあったことと、あと子どもたちのタイミングっていうのがなんか一番あって、上の子がその5年生になるタイミングで戻ったんですけど、まあ、5、6年生は何でしょう、落ち着いてちょっと友達またと仲良く過ごして、その流れで中学校に入学してもらえたらなっていう思いがあって、そこで決断を、しました。震災は、本当に辛くて大変なこともいっぱいあったんですけれども、県外の皆様、ご協力してくださっている皆様だったり、あと県内のさまざまな職種の方たちが協力し合って、今の元気な福島が、何でしょう、あるよっていうのは伝えたいですね。みんなで協力すれば何でも達成できるんだよということは伝えていきたいなというふうに思います。渡りの多くの皆さんが健康被害を心配されまして、それぞれ自主避難した方も数多くありました。そんな中で私は何としても以前のような環境に戻したい、そのことをその当時思っておりました。放射線量高い中で、ふるさと除染契約に基づきまして、地域住民は高い地域から、渡りの中におきましても高い地域から除染をしようということで、除染と対策委員会の中でそれぞれ決定をしまして、その陳情の中で除染作業をしました。各家庭の汚染状況等につきましては、それぞれの各家庭で保管していただくということをお互いに住民の皆さん確認し合って除染作業を進めました。しかし、ご存知のように道路の側溝の放射線高い土壌とか路面の土壌等につきましては、仮置き場にを作って、そこに搬送しない限り、仮置き場を作らない限り除染作業ができないということでしたので、一般家庭の除染の推進と合わせまして、仮置き場建設が地域に与えられた一番大きな課題でありました。大波と渡り、私は連合会長として、渡りが一番先に仮置き場を作れば、他の28の連合会長さん等について、市の職員と一緒になりまして、仮置き場建設に力を注いでいただけるんでないのかなと、そのことが一番重要だなと思いまして、渡りが一つのモデルになるようなことを踏まえて、最大限努力をしたということです。あともう一点は、私はね、この花見山は、日本一の桃源郷ある花見山ですが、風評被害の払拭等について、ぜひとも取り組んでいきたいと思っておりまして、多くの皆さんにこの花見山においでいただいて、福島の元気な姿を見ていただきたいというふうな思いで取り組んだ中で、平成22年、震災前は32万人の
大久留米屋さんにお入りをいただきましたけども、昨年そこにつきましては23万4千人の方まで回復されました。そのことについても大久留米屋さんに感謝を申し上げます。なんでそれでも補助に出続けてこの仕事を続けられたかというと、当時 の、 J 新福島でしたけれども、当時の組合長の東組合長がですね、とにかく農家は物を作らないと農家としては生きているとは言えないから、たとえそれが売れようと売れまいと農協が買うって言ってくれたんですよね。でそれはすごく我々農家としては自分たち作ったものが売れなくなった時の経済的な不安もありましたし、安全なものを作れるかどうかという不安もあったんですけど、その経済的な不安という部分はその当時の組合長が全部買うって言ってくれたことで払拭されたっていうのはあります。でその後いろんな研究が進んでいったりとか情報が入ってきて、ある程度作付けしていっても大丈夫なんじゃないかってなってきた時に初めて少しずつ不安は溶解していったわけなんですけども、ですがやっぱり初年度のお米は、全量流通できなくなったりとかっていうことがあったので、不安の中でも農作業を続けてということで、その作る人間としては非常に葛藤していた時期だと思います。最初の1年ぐらいですかね。私も酒米農家として、やってたわけなんですけれども、これからどうしていこうかって思ってた時に、ちょうどその時浪江町で被災をして、蔵をすべて流されて、でその後、山形に移って再開された鈴木酒造店さんとのお付き合いが始まったのは実は震災がきっかけでした。で震災以降にあるイベントで、一緒になることがありまして、鈴木酒造店の大輔社長とお話しする中で、福島の米農家はどういうふうに困っているのか、この現状どうなのっていうことで聞いた時に、大輔さんが我々にできることがあればということで、丹野くんの酒米をもし僕らが買うことで助けになるんだったらぜひ使いたいと言ってくれたんですね。でそのことによって今でもそのお付き合いはずっと続いていますけれども、震災以降安心してというか、もう本当にそこにこう本気に取り組めるその米作りっていう一つの柱ができたことによって、こう精神的にももちろん経済的にも非常に助けられたっていう思いがあります。はい。もちろん失われた命や被害に遭われた方、戻ってこない部分、取り返しのつかなかった部分もあるんですけれども、その中で我々福島県で、生活をしてこう仕事をしてきた我々は非常に人との縁というか助け合う気持ちであったりとか、そういうものをの大事さっていうのを非常に強く気づくことができたんですよね。でまたこの10年間で築き上げてくることもできたと思っています。この10年経ったこの節目に今世界的にこう流行しているこういう感染症の問題が起きて生活様式も変わっていく大変な時期を迎えてますけれども、それでもなんか経験があったからこそ、その助け合ったりとか譲り合ったりとか、そういうことっていうのがなんかこう命に刻まれているので、福島で育ってあれを経験したからこそなんか買い占めをしたりとかいうことはやっぱりしなかったし、なんか教訓が生かされているのかなというふうには思っています。主に復興、今は復興公営住宅に伺って、その避難してきた方の支援というかお茶会とか足湯をやって傾聴活動をしたりとか季節の活動をしたりとか
っていうのをして、と最終的には孤立死をなくすっていうのを目標に、とたくさんお話をしたりとか、一人にならないように、その少しでも学生が話し学生だからっていうこと、学生の立場を使って話しやすいとか、そういう雰囲気を作るような活動をしたりしています。福島大学災害ボランティアセンターっていう学生団体です。参加者としてはかなり加入者というか、団体加入者はたくさんいて400人ぐらいいるんですけど、主にマネージャーといって管理する人数は20人ぐらいでやっています。高校2年生の時に浪江町から避難してきた子と友達になって、その子に浪江町で7年ぶりに花火大会が行われるっていうので、一緒に行かないかっていうのを誘われて行った時に、そこで福島大学の災害ボランティアセンターの方がボランティアをやっていて、私もそういうふうなボランティアに参加したいっていうふうな思いがあったっていうのが一つと、福島市出身でずっと過ごしてきたんですけど、あまり福島通りとかのことについて私自身あんまり分かっていなくって、その浪江町に行った時に初めてその津波の被害だったりとか、その規模の大きさを知って、もっとたくさん知りたいなっていうふうに思ったのがきっかけです。このボランティアを通してすごくたくさんの人と関わりを持つことができて、もっとたくさんの自分の知らない知識も身につけたいとも思いましたし、もっと多くの人と関わりたいとも思いましたし、その福島県に何か、福島県のために何か自分ができることがあったらいいなというふうには思っています。私はその時入社1年目で保原支店の窓口担当をしておりました。まもなく窓口が閉まる時間帯になりまして、大きな揺れを感じました。地震はとても大きくて、全員で外に避難したんですけれども、立っていられないほどの強い揺れを感じて、目の前の景色がすごく揺れていてとても怖かったです。スーパーとかだとやっぱりキャッシュ、なんでしょう、電気とかが使えないので、レジとかがこう使えない状態なので、やっぱりお役に立てるのが現金だということで、たくさんのお客様が不安な様子で、窓口にご来店されて、ただ現金を下ろせてよかったなという気持ちで、お帰りになりました。通勤に30分ぐらいかけて、ただその当時はガソリンが手に入らなかったので、本店に1週間だけ移動になってっていうか、場所を変えて勤務しまして、慣れない環境の中ですごく緊張してました。震災によって何気ないことがとても幸せだなと実感しました。私は一昨年息子を出産して、命の尊さを学びました。震災を経験していない子どもたちには、まず震災の危険性を理解してもらって、防災訓練に積極的に参加したりして、命を守れる行動を取れるようにしてほしいと思います。また日頃から周りの人と助け合うことの大切さを伝えていけたらなと思います。前日の夜中に破水しまして、当日は病院にいたんですが、大きな揺れの40分後に
車の中で出産となりました。この子の上に2人子供がいるんですが、そのお兄ちゃんとお姉ちゃんのようにこう普通の子育てができないというか、外出するにもうこう行く場所も考えなくてはならないので、今まで通りの普通通りの子育てができなかったことがちょっとおかしかったです。そうですね、長女のお友達のお母さんとかから、その当時はお店が普段通りこう開いてなかったので、どこのこのお店開いていたよとか、粉ミルク余っていたよ、売っていたよとか、紙おむつ足りているとか、こう皆さんからお声掛けいただいて、それはすごく嬉しかったです。基本的にはまあお家の中 と、その当時室内遊び場が増えたので、そういうところに連れて行ったりとか、と線量としては会津方面の方が低いなんていうことが情報としてあったので、もう休みのたびにもう家族揃ってそっちの方に行って遊ばせたりとか、上の子がサッカーをやってて、その当時の大会も会津方面の方でが多かったんですね。なのでもうみんなでそこに行って外遊びをさせてっていった感じでした。あれほどの大地震はなかなかもう経験することがないと思いますので、その時、そこにいたうちらが、当時のことを覚えてる分だけでも伝えていけたら、福島市は、海とかないんで津波の心配はないでしょうけど、防災の少しでも役に立てたらなと思いますよ。ケーキ屋さんになりたいです。美味しいケーキを作りたいからです。みんなが笑顔でいれる福島で。福島に暮らしている人々の本当の優しさっていうのは、お互い様っていう言葉に象徴されるようにですね、先ほども言いましたが、懐の深い、懐の広さを皆さん持っていると思うんですね、福島の方々って。その時に私たちがどんなことを思い感じたか、これも、もちろんなんですけれども、それを伝えようとする大人の姿、大人の背中を見せるってことが僕は一番大事だと思うんですね。直後ではできなかったことが時間を経て、きちんとした形で残すことができるようになるし、なっていくと思うんですね。それを余すところなく新しい子どもたちに伝えていくということが、志半ばにして水平線の向こうに、連れて行かれてしまった同じ福島の仲間たちに、その失われた命に応えることになるのではないかなと思います。コロナ禍の状況でより重たいものを、福島の私たちは抱えているかもしれないんですけれども、だけども志半ばにして、この世を去った人々にもう一度真剣に応えるためにも、夢を諦めない、夢を燃やすようにして生きる、心の中でですね、の生きるということの本当の意味を、情熱を燃やしてですね、
熱く語れる人間になってほしい。だから当たり前のことを当たり前に話をしているだけのような気もするんですが、だけどこの震災から9年の歳月と、そして今年のコロナの状況をずっと暮らしながら、改めて私たちにとって必要なのは夢なんだなというふうに思います。それを心の中で情熱の火を燃やして、燃え上がるようにして生きていくことこそが、この世を去った人々、それは震災でもそうですし、震災後に亡くなった人々もそうですし、志半ばにしてこの世を去った方々に、生きている私たちがですね、いわば生き残った私たちがですね、誠実に気持ちを届けることになるのではないか。その日は自宅に戻ったんですが、家の中にいるのが怖いので、夫と2人で近く の学習センターに避難しました。駐車場も学習センターの中も人がすっごくいっぱいで、いる場所もないぐらいでした。今度は保健福祉センターのに向かいました。やはり人がいっぱいで、いるところがなかったので、車に戻って、避難所に行けないっていうのがやはり一番困りましたね。避難所に行ってもベッドがないから、私は休むことができないので、余震で怖くても自宅に残るしかなかったっていうことですかね。あと私はリウマチなので、薬がなくなるのがすごく不安でした。少し変わった薬を飲んでるので、その薬がなくなると病状が悪化してしまうのが、はい、心配でした。福祉避難所を一刻も早く設置してもらいたい、あとその場所とかも正確に伝えてほしいと思っています。で、その避難所、福祉避難所にはいろんな高齢者や赤ちゃんや私たちのような障害を持った人たちが集まると思うんですが、その障害によっても必要なことは違ってくるんですね。で、私なんかは洋式トイレとベッドがないと生活できないので、段ボールのベッドで十分ですので、福祉避難所にはベッドを用意してもらいたいです。あと呼吸器をつけている人なんかもいるので、電源を確保していただきたいなと思います。でもそれよりも辛かったのは風評被害でした。なんかテレビとかで福島はもう住めないとか、そういうことを言われるのがすごく辛かったですね。ラジオ福島さんの放送にすごく救われました。テレビではなんかすごい怖いことばかりこう煽られてるような気がして、
ラジオつけたらなんかホッとするような放送が続いていたんですね。で、CM も抜きで24時間。確か2週間以上、私たちに必要な情報とか、励ましの言葉を放送し続けてくれていたように思います。